おにぎりせんべいおかずにおにぎりを食べる。日本に生まれてよかった。そんな日曜日です。好きなおにぎりの具は梅干しです。でも好きなふりかけはおかかなんだぜ。というわけでナイトくんを使っていくよ。ソーダくんと同じで未知なるポテンシャルを秘めてることで有名ね。ドーナツタイムの覇者なんだぜ。勇者くんは高速ダッシュの速度補正がとんでもない特徴を持っていて、ボーナスタイムが多くてボーナスタイムの高速ダッシュとデリーが多い。このステージは勇者くん絶対ステージと言っても過言ではないよ。ちなみに走り方も先生も全くわからなかったから自分で考えてみたんだぜ。なので間違ってるかもなんだぜ。早速1個目のボーナスタイムね。ボーナスタイムに入る前に盾を割っておくことで気力と全然リースコアアップが稼働してすごいことになるよ。これぞボーナスタイムって感じだな。競技とかのボーナスタイムは1000万スコア程度しか稼げないものね。ちなみにこの時のために聖杯を刻印マックスにしたよ。聖杯は刻印してもスコアがアップするだけなんだな。盾は刻印すると盾磁力発動中全然リースコアアップがつくわね。エンジンは知っての通り速度アップが強化されるだけだね。で当たり前のように刻印ネタバレしちゃったけど、どんな刻印がつくかってお楽しみ要素でもあるよな。気になるから教えてほしい気持ちもあるけど、自分で刻印して知りたい気持ちもあるわね。ふむ、軽率だったかな。今回は盾を割ってないな。多分割るべきなんだけど忘れてたわね。このステージのボーナスタイムは2種類あるけど、今回の形式の方が盾を割るメリットは強そうだね。クマベリーは少ないけどベリーの量自体は多いもんな。ちなみに盾を割るっていうのはわざとぶつかって盾の磁力効果を発動させるって意味よ。昔はランカーでも盾使うんだなとか思ってたけど、刻印内容を知るとうわまた難しいことしてるって思ったな。ただでさえ走るの真似るの大変なのに盾を割るタイミングとかも重要になってくるとオーバーヒートしちゃうよ。それに今回のステージの動画は探しても見つかんなかったし、自分で割るタイミング探していくのはなかなかだったわね。このステージは楽しかったからそれほど苦でもなかったけどな。ちなみに対戦相手のロボットの難易度はハードだよ。ロボットは勇者くん使ってないと思うから4人で勝てそうだね。勇者くんで走るのも楽しいけど、実は個人的に聖杯もお気に入りなのよね。全然リースコアアップっていいよな。発火聖杯リンゴ雨が流行った時は楽しかったね。久しぶりにやってみたいな。あれってランド級だったかしら。ランド8はクラッカーとかの環境だったし、そうだね。発火が出たくらいでちょうどパインくんが使われなくなっていったんだぜ。パインくんの動画もあまり見てもらえなかったの悲しい。いつかパインくんリベンジしたいね。パインくんって聞くとバイバインを思い出すんだぜ。ドラえもんの中で一番の狂気を秘めてる秘密道具ね。あれ人間に使っちゃったら地獄だよね。その後の展開いろいろ思いついたけどさすがに言えないわね。色は NG なんだぜ。でも子供の頃はドラえもんいてほしいなって思ってたよね。もしもボックス使ってみたいとか思ってたわね。もしもボックスで何をお願いしたいんだ。なんだろう、特にないけど手元に置いておきたい感ある。典型的な日本人気質ね。当時の友達の間で独裁スイッチの人気がやけに高かったけど、今思うとみんなサイコパスなのかもしれない。ドラえもんは闇使いアイテム多いよね。ジャイアンの人格が映画になると変わるのも闇使いしね。大人の都合なんだぜ。磁力発動してボーナスタイム入れたね。このスコアが増えていく感じが楽しい。右の順位のところの数字が目まぐるしく増えていく感じ好き。すごいなんだね。勇者君は尻上がりが特徴です。大器晩成なんだぜ。この子ずっとボーナスタイムにいるから体力の減りが体感遅いんだよね。ボーナスタイム入るとプレイ時間伸びるから大変なのよね。GCL 何の10分乱もいつかそうなんだぜ。求められる集中力が異常だよ。そういえば勇者君の雨強化してて続いたんだけど、この子の雨素材定鉄なのよね。馬娘にハマってるアイルーンはタイムリーな素材。実際の馬にももちろん定鉄はつけるんだけど、定鉄の専門のお掃除屋さんと書いてすごいんだよね。最近リアルの馬の動画ばかり見てるな。もしかしたらみんなのおすすめにも馬が出てきてるかもしれないね。自分が見てる動画バレるのは恥ずかしいものがあるね。それが YouTuber の背負い志望。まあバレてもいいものしか見てないんだけどね。クリーンな人間でありたいわね。でもそういうのを歌ってる人ほど悪どいことしてたりするのが世の常。詐欺してる人って清潔感あって意識高そうな人多いよね。そういうのに疎い人が騙されちゃうのも納得よね。悪いことするときは悪そうな格好するべきなんだぜ。なんか悪そうな顔してる人って悪そうに見えちゃうけど、こういう無意識な先入観って嫌だよね。しかもそういう人って苦労してそうだしね。自分だけでも意識して普通に接したいよな。気にしすぎてもダメージ与えちゃうんだけどね。そもそも最初に相手を普通じゃないと認識しちゃった時点でダメだよ。でもどうしようもないよな。包み隠さず言っちゃえばいいのよ。変な人だと思ったけどそうじゃなさそうだねって。というか私自身こういう言い回しよくするんだけど、割と相手にダメージ与えてる気がするんだよね。結果的に相手をバカにしてなければ何言ってもいいと思ってるってあるよね。故に無職。人との付き合い方がわかんないよ。みんな当たり前のように人と繋がっててすごい。みんな平然としてるけどそれってすごいことなんだぜ。傍から見たら喧嘩してる人ってアホみたいだけど、喧嘩が起きない関係はそれはそれで悲しいものだよね。そういえば喧嘩ってしたことないわね。どうしたら喧嘩って起きるんだろうな。謎が深まる。ガバイト、ガブリアス。
ポケモン君もいいよね。高速ダッシュで障害物ギリギリにしながら走るのかっこいい。しかも二軸までリーを磁力で引き寄せられる特殊効果持ちなんだぜ。この効果を持ってるクッキーは他にいないよ。いた気もするけど忘れたからいないよ。でもなんかいた気がするな。なんだろうこの胸のときめき。恋だね。恋の話するの何回目よ。アユーが動画投稿してるのはモテたいからだからな。前は別の理由だった気がする。顔はよく褒められるから褒めてもいいよ。家から出られないから夢物語だな。家から出られないってなんかファンタジー。ファンシー。レモン磁力縦磁力ですごいことになってる。巨大化高速ダッシュって文字がすごい。プレイしてる時は気にならなかったのにね。こんな文字出てたの初めて知ったぜ。意識してないと気づかないものね。レモンくんでずっと高速ダッシュするステージとか楽しそうだよね。実際にあるけど目が疲れてしんどいんだぜ。もはや別ゲーよねあれ。勇者くんで高速ダッシュし続けるのは覚えてるけど、大人並みの動体磁力が求められるよね。あやもう別次元だわ。ちなみにペットのキツネタマちゃんは、ペットが生成する高速ダッシュ中に全ゼリースコアアップ効果があるんだぜ。なんだか強いらしいけどいまいち実感がないのよね。一時期勇者くんって競技ハイスコア出せる編成流行ったけど、その時もこの組み合わせだったね。あれ結局ナーフされたんだっけか。ボーナスタイムのゼリーの配置が変わったんだっけかしら。そういう調整は珍しいよね。ご視聴ありがとうございました。時間いっぱい走ってたなのし。また見てねバイバイのしのし。